はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは。バリアンツ研究所所長の龍です。さあ本日なんですが、バリアンツっていうね、テーマをこすり倒していこうと思ってるんですけども、このテーマ、以前からご紹介している通り、デビルフランケンっていうモンスターがサーチできてめっちゃ強いよっていう話してるじゃないですか。まあ、デビルフランケンじゃなくてもレベル4のモンスター2体並んで、なんかそのサーチできる岩戸とかね、そういうの入れてもいいんだけど、僕ね、どうしても一個やりたいことあってね、バリアンツからディビルフランケン展開して、パワーツール経由でこの粘土属装置持ってこれるんだけど、これするとね、なんかね、もうね、究極の対話拒否デッキができるんですよ。なんでこのカード禁止になってないのかなってまだ思ってるんだけど、これがリミット値で生きている関係上、やりたいコンボがどうしてもあって、まずね、お邪魔キングで、相手のモンスターゾーンを埋める。全箇所。全箇所埋める。で、その後に、ナチュルエクストリオで、モンスター効果だけ、モンスターだけじゃなくて、魔法トラップカードの、効果を、完全に封殺する。で、その後に、異性の最終戦士を使って、モンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚できなくする。これです。これをしたくてね、人生で一回でいいから、この、史上最強モンスター4体をね、並べるシーンをね、作りたくて、なんと、これがバリアンツで可能になるんですよ。簡単に、いとも。素晴らしいですね。はい。で、一応順番としては、デビフラにこの、粘土増幅装置装備して、無限に融合していくだけなんですけども、融合っていうか、融合モンスター特殊召喚していくだけなんだけど、オジマキングとナチュラルエクストリオを出した後に、異性の最終戦士出したんですけども、異性の最終戦士って特殊召喚に成功したら、なんか自分のフィード上のモンスター全部パスするっていう効果があるんですよ。これを、発禁令で止めるっていう。このゴミムーブね。ロンゴミ発禁令みたいな、ファッキンロンゴみたいな時でもあったけど、結局その発動する効果止めるけど永続効果はなんか無効にならないから、この特殊召喚できないっていう効果は有効になるんですよ。だから異性の最終戦士のこの全部パ効果だけは、発動しなくさせて、デメリットだから、デメリット効果をこのカードで消してから、異性の最終戦士を着地してドヤ顔するっていうね。はい、これが、バリアンツ研究会所長によるね、結論デッキです。はい、正直コンボパーツが、3枚なんで、成功率は低いです。成功率は低いですが、決まった時の、快感はやばいです。はい。いやー、遊戯をしてんなーっていうね。うん。相手からブロックされるけど、多分ね。はい。デュエル。スタンバイ。あー、揃ってるけど、コンボパーツくん。いやー、ちょっと誘発マジでやめてほしい。シノノメに無限保養とエフェクトベーラーマジでやめてほしい。本当に。頼む頼む。よし、キョ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 。これ通ったらでかい。北条ってことは、これうららないな。うららもなければ多分増殖するちもねえだろ。で、始まりの地発動来たぞ。可能性はある。これはかなり来ている。強く風が吹いている。バリアンツの武者北条を破壊して、で北王子サツキ破壊してポジションチェンジ持ってくる。で、K2 日々戦発動して無限保養一応ケアして、でポジチェンも発動、真ん中に発動ね。真ん中順平発動して、で真ん中順平の効果によって東条あやを移動させて、で東条あや効果発動で、バイカンとどこ、これバイカンと持ってくる。でバイカンとペンデラムスケールにセッティングで、バイカンと自身の効果によってこのカードが前に出るという効果。マジで謎だよな、バリアンツ。この展開方法、ガチクソ謎じゃない？意味わかんなくない？これ。何やってんのっていう。君は一体何をしてんのっていう。一体全体。わけわかんなすぎるよな、この展開な。マジで。これ考えたやつ、頭、良すぎて頭ぶっ壊れてるよ、これ。で、バリアンツ、グランデュークでしょ？で、グランデュークとシノノメで、リンク召喚して、エレクトラムを出していく。でエレクトラムリンク召喚成功時効果発動、エクストラデッキに何らかのカードを加えるので、ここで南というなんかちょっとゆいちゃんの名前忘れた。で、バリアンツの、忍者名月をペンデラスケアに貼って、で名月を
特殊召喚で効果発動して、でバイカントを移動させるという効果、これも謎効果ね。でバイカントが移動すると、ペンデラのスケールにエクストラデッキからカードを置くという謎効果で、エレクトラムと、ナズキちゃんでリンク召喚してビヨンドザペンデラム、さあ1200ライフを払って、1200ライフもの大ダメージを食らって、デッキから何らかの、ペンデラムカードをサーチしていく。でこれでバイカントをペンデラムスキルにセッティングして、ペンデラムスキルの効果は無効であるが、ペンデラム召喚を行えば効果は有効になる。ペンデラム召喚入れろ、魂のペンデラム天空に描け外役のアーク、外役召喚現れろ、ナズキ、そしてシノノメ、さらにデュークの効果によってナズキをメインモンスターゾーンから移動すると、魔法トラップゾーンのペンデラモンスターを前に出せる。これによってバリアンツの、ボルテージバイカントを特殊召喚し、レベル4の機械族モンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚現れろ、ギアギガントクロス、こういった、ね、召喚ムービーあるの面白いよ。ギアギガントクロス、なんかギアギガントクロスに召喚ムービーあるのって ならない、なんかこいつ経由地点でしかないかみたいな。で、デビルフランケン召喚剣使ったんでね、デビルフランケンを召喚し、デビルフランケンの効果を発動、デッキからペセウスの魔生物を特殊召喚、そして、レベル2のバリアンツのミコシノノメにペセウスの魔生物をチューニング、勇気と力がドッキングしてどうのこうの、シンクロ召喚パワーツールドラゴンで、勇気と力がドッキングした場合の効果、ドッキングした場合の効果でデッキから、装備カードを 3枚相手に見せて、その中から、1枚全部の買い物ができる。はい、ありがとうございます。はい、八百長サーチ、八百長サーチからの、とりあえず一回どかしまして、この盤面のモンスターをどかしまして、一旦アポロウーサとかいう最強モンスター垂れて相手を絶望の淵に叩き落として、うわうぜーってなってからのすぐどかすパターンね。はい、アポロウーサご退場。さよならアポロウーサ。そしてリプロドックスをリンク召喚で、リプロドックスの効果を発動、リプロドックスの効果により、自分のリンク先のモンスターを同じ種族にしていく効果によってサイキック族に変更、さらに粘土増幅装置を発動、粘土増幅装置はライフコストを払わなくてよくなる効果を発動するのに、つまりデビフラの効果はもうライフコストを払わなくてよい。うおー、一見オジマキング、うおー、相手のモンスターゾーンを完全封殺、そしてもう一体目のオジマキングも特殊召喚し、相手のモンスターゾーンを完全封殺、うおー、さらにビフラン剣の効果によりナチュルエクストリアを特殊召喚し、これで魔法トラップカードの効果無効、そして発禁令を発動、発禁令の効果により、私は史上最強のモンスター、異性の最終戦士というヤバすぎるモンスターの名称を指定し、このモンスターは、このデュエル中効果を発動することはできない、過去永続効果有効、現れろ異性の最終戦士、うおー。相手は、モンスターゾーンを使用することはできず、モンスターを召喚、特殊召喚、反転召喚することはできず、そして、魔法トラップカードの効果をナチュルエクストリオの効果で無効にする。残念だったな、なんかできるもんならしてみやがれ。怪獣をも完全にケアした完璧なる盤面、完璧すぎる、墓浜そんなカードでどうにかなる盤面じゃねえんだよ。ちなみにナチュルエクストリオの効果は墓穴の指名者も効果も別に使わなくてもいいんだよね、別に使う必要性すらないが。ちなみになんかルート上エクストラデッキ使いすぎてもうこれ以上無理でした、リンクを伸ばすのは。え、何墓穴の指名者。まあそれ何回も発動してもいいけどさ、ナチュルエクストリオくん別にさ同一支援上で何回も使えんだよね。うん、全く意味ないそれ。いやこれマジでこの盤面を解決するカードは冥王結界派と一滴だけと言っていい。いやあるんかーい。いやこの盤面解決する現代遊戯王にあるんかーい。冥王結界派なんて入れてるやついないだろこの世で。はい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 、完璧ですね。はい、どうやら理解しちゃったな。そうだ、これが遊戯王マスターディールだ。あ
あーなるほど、これは決まってんじゃねえか。これハンドガンギマリムーでしょ。まず、急に非ビッセンを発動してまず無限包囲を完璧にケアしていく。これなんかフィールド魔法を相手に送りつけるっていうね、なんかのボン回しみたいなあの効果あるんですけど、これがあると結構無限包囲をケアできて強いっていう話を、要は相手のフィールド上にカードがあるからっていうことね。血の目発動する必要ねえか。名付きセッティングだな。名付きセッティングして始まりの地発動で、始まりの地破壊しながら経に日々線持ってくるやつで、ポジチェンをね持ってこないとね、やっぱまあ初動としてモンスターを、まあ、その前に移動することができないんで、前に移動するっていうか、まあ、横にか、横に移動することができない、まあ、ポジションチェンジはガチかろと言っていい。ただバリアンツまだね、そのソロアクティベートっていうマジでやばいカードが追加される予定なんで、まあそれはちょっと楽しみかなといったところですね。結局その1枚初動が来るんですよ、これから。はい、めちゃめちゃ強いです。まあ、1枚初動伝ってまああれだけどな、まあペンタルモンスター2体並ぶだけだけど、まあでも実質1枚初動みたいなもんだな、あれで。神羅万象を発動して、バリアンツの忍者夏木を特殊召喚していく。で、エクストラモンスターの下の上級モンスターは融合素材にできるグランデュークで、グランデュークとシノノメでリング召喚。これバリアンツってさあ、マジで誰が考えたんだろうね、このギミック。このギミック考えれるやつすごくないか、これ。頭の構造どうなってんのっていうね。うん、これ作った人マジ天才でしょ。なんでこれ思いついた、逆に。ボードゲームとか好きなんかな、これ作った人。まあ、とりあえず名付けをセッティングして、で名付けは自分で前に出る効果がある。死んだ場所があるので、死んだ場所が水属性がいると前に出る効果で、名付け効果発動してバイカントを移動する。で移動するとバイカントはエクストラデッキからペンデュラムゾーンにペンデュラムカードを置くことができまして、これでグランデュークかっこスケール10を置いて、で、ビヨンドザペンデュラム、ビビビビビヨンドザペンデュラム。ちなみにマジでこの効果とか止められたりすると結構終わるんですけども、まあね、まあ誘発とかあれば打ってるから、大体ここまで通っちゃったらもうこっちのもんみたいな感じかな。でペンデュラム召喚で、名付きとこれいい、名付きとシノノメを特殊召喚して、シノノメがレベル2なんでね、後でデビルフランケンとかいうぶっ壊れモンスター出すんだけど、このデビルフランケンっていうぶっ壊れモンスターをまあ出すときに勇気と力をドッキングするモンスターを出さないといけなくて、まあ、その時にね、レベルが7になるように進行しないといけないからさ、なんかちょうどいいやつがいなかったんだよ、あんまり上級モンスター出しちゃうと。だからまあ死ぬの目で、まあ、我慢してる今は。はい、ギアギガントクロス、何回見てもこいつの召喚ムービー意味わかんねえな。まあかっこいいけど。で、バイカントを墓地に送りながら、デビルフランケン持ってきて、召喚権まだここまで使ってないとかいうやばい効果あるからデビルフランケン召喚する。でデビフラ効果でこれね、テセウスの魔生物出すんだけどさ、ここでさ52で進化できるんだよね。このなんか勇気と力をドッキングさせて進化召喚するんだけど、だここ5が出せる、要は融合モンスタープラス下級モンスターっていうか下級モンスターっていうか効果モンスターで進化召喚7ができるのであれば、正直どうでもいい、どれでもいい、結局このカードを持ってきたいだけだから。イゾルデが使えないんだよね、ギミック上このデッキって。イゾルデ君使えなくてさ、それがねちょっと微妙なんだよね。でこれとこれでしょ、はい。でアポロウーサパンツ見えた。でリプロドクスよ、臨床ガンで、サイキック族に変更してドヤ顔するやつね。はい。で、リプロドクスのリンク先のモンスターを、種族変更するんですけど、サイキック族にしたいでーすって言って、で、粘土増幅装置とかいうカードを使うと、なんとサイキック族モンスターの効果を発動するためのライフコストが、なくなるー。遊戯王終わったー、遊戯王終わったなんでこいつ禁止じゃねえんだよ、マジで。魔導サイエンティスト禁止になったらこれも禁止だろ。
どう考えてもやってることはほぼ同じだぞ。はい、でこれでモンスターゾーン完封しました。なのであとはナチュルエクストリオを2回出したら勝ち。よし、これでモンスターゾーンを完全封殺して、モンスターの魔法トラップカードの効果を完封できた。勝ち。これ一滴を投げられたとしても結構な、なんか手札減るから割と大変だと思われる。はい、レコードトーカー、これはもうリンクさんだったら何でもいいです。でこれでエンドですね。はい、さあなんかできるもんならしてみろよバカ。誰が、これが遊戯王だ、これが、どうやら理解したらそうだ、これが遊戯王マスターデールだ。サレンダーでもするんだな、バカ。誰がサレンダーまで5、4、ええええは？は？